はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、来週からの新しい方針について確認をしたいと思います。で、まあ、最近はですね、まあ、ちょっと仕事もかなり忙しくて、もともとこの YouTube 自体は、その仕事でですね、ウェビナーをやっていて喋ってるんですけど、まあ、そのウェビナーってリアルタイムでやるんで、そこに参加できない方のために、まあ、YouTube でですね、別途お話をして、その会社の概要ですとか技術的な内容を伝えてくるということを目的として YouTube のチャンネルを立ち上げたんですね。で、最近はですね、まあ当たり前なんですけど、当たり前っていうかですね、まあやっぱこう YouTube って結構楽で動画撮って、まあ、撮りっぱなしで、もうなんかもうほとんど編集もしてないんで、撮りっぱなしでそのまま出しちゃうんで、まあそれはもともとウェビナーの内容をまあ伝えるですね、時間に参加できない方のために、まあ、見てもらうということで、まあ、やってます。で、前はですね、ツイッターもやってて、ツイッターもゴリ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 やって、まあ、ツイッター結構楽しみにしてるっていう方多かったんですけど、まあ、ツイッターですね、まあ、結構、まあ、ツイッターはツイッターでまた時間取られますし、まあ、結構変なコメントも結構増えちゃって、まあ、結構いろんな人に突っかかってくる人多いんですよね、ツイッターって。まあ、結構めんどくさいんで。まあ、イーロン・マスクはよくやってるなと思うんですけど、まあ、ツイッターやってる人、まあ、ツイッターやってる時間あったら仕事しようっていうぐらいになっちゃうと思うんですけど、まあ、結構いろんな人もいて、まあ、うちの会社もですね、まあ、結構この業界だと結構いろいろ叩かれることあるんで、まあ、ツイッターでめんどくさい叩かれると、まあ、いちいち返すのもめんどくさいし、まあ、返さなくてもめんどくさいんで、まあ会社の情報を伝えればいいかと思って会社のアカウントに切り替えて、まあやってますね。YouTube も同様で、まあだんだん個人色強くなってきちゃったんで、まあ何が言いたいかっていうと、まあ、今日ですね、ニュースで、その朝倉未来ですかね、その雷神で三角締めに屈するっていうので、結局この人も格闘家として売り出して、YouTube やって、最近 YouTube がやっぱすごい伸びちゃうんですよね。YouTube やってわかるんですけど、やっぱ伸びるし、楽しいし、そのなんかこう満たされる感じがあるんで、どうしてもですね、初期の目的から外れてきちゃって、まあ、本業がおろそかにはならないと思うんですけど、まあ、どうしても YouTube に力入れちゃうっていうところがあるかなと思います。で、まあ、そうなっちゃうとですね、まあ、結構本業がですね、崩れちゃってやると、まあ、結局あくまで YouTube なんておまけみたいなもんなんで、まあそれを楽しみにしてる人ももちろんいるんで、その喋ると楽しいんですけど、あまりですね、YouTube の方に力入れすぎちゃうと、この本業がですね、おろそかになっちゃうと、まあ、そう崩れしちゃうんですよね。これなんかちょっとやっぱこう、ちょっと今後心配だなってどうなるかちょっと思うんですけど、これニュースでもタイムリーなんでちょっと見てたんですけど、これはですね、雷神東京ドームで行われた格闘技のところで、タップするタップしないっていうところで、まあ、言ってたんですけども、相手が強すぎちゃって、結局失神 KO しちゃったんですよね。で、まあ YouTube 日頃からやってますし、まあちょっと練習が少ないとかって、まあこう負けると色々言われるわけですよね。で、YouTube やってなかったらここまで言われなくて、ただ負けたって感じで、まあもともと YouTube やってなかったらこんなに注目されてないかもしれないんですけど、で、まあこれで何がわかるかって言って、まあ結局ですね、やっぱちょっと格闘家としてはやっぱ格闘家で頑張ってほしいっていうか、頑張らなきゃいけないなっていうのはと一緒で、うちも量子コンピューターの企業としては、YouTube の方にちょっと寄りすぎると、この本業の量子コンピューターっていうところを勝たなきゃいけないんで、まあそこのところはですね、まあちょっとおろそかなるっていうか、そう見えちゃうっていうところが、まあ良くないなと思うんですね。で、今チャンネル登録数もすごい、非常にですね、急速伸びてるんで、まあこれ勢いももったいないと思いつつ、ちょっと本業の方にやっぱですね、ちょっと力をシフトしなきゃいけない。特に今、ちょっと国内のですね、事業所移転、本社移転ですとか、まあ海外支店ですとか、技術的なところ、東京大学の寄付講座も立ち上がりますし、まあちょっとですね、ちょっと激務重なってるんで、どうしてもですね、動画撮ったりとかして安心したいっていう気持ちが強くなっちゃうと思うんですけど、まあ引き続きですね、やっぱ YouTube の方だと技術的な展開ですとか、そういったブルーキャットクラウドとそのものの技術的なですね、動向とかって知りたい人もいると思うんで、まあそういった YouTube の動画集中っていうか、もう僕一人で発信じゃなくて、ちょっと今後ですね、その体系的に、まあ事業として、ちょっとちきちと YouTube 発信しても、でも個人が喋った方がもちろん面白いんですけど、まあちょっとですね、少し事業的なところもちょっと増やしていこうかなと思ってます、ね。で、ちょっと退屈になっちゃう、YouTube 退屈になっちゃうかもしれないんで、まあそうならないように、個人の話もですね、なるべく入れてはいくんですけど、ちょっと頻度ですね、ちょっとこれ見てちょっと変えようかなと思いまして、前々からちょっと思ってたんですけど、やっぱコンテンツをですね、ちょっと変えて、個人の、なんかちょっとペチャ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 面白いんですけど、まあ、少しですね、テクニカルなところに変えてってですね、本業、
なんで、ブルーキャットなんか YouTube ばっかやって本業うまくいかなかったねみたいな。YouTube やってたからだよねってなると、本業崩れちゃうと危ないんで、あくまで本業の方に一本化ということで、ちょっと動画の方ですね、少し改善していこうかなと思いますんで、ちょっとですね、そういった意味も含めて、引き続きですね、ちょっとつまんなくなっちゃうかもしれないですけど、YouTube チャンネルよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今回はそういう話です。以上です。